ッサチューです。よろしくお願いいたします。ビリッサチューのエドスタノスロボス。さあ、はい、始まりました。ピスタチオのエトスパトスロゴスでございます。エトスパトスロ、エトちゃんパトちゃんロゴちゃん、あら出ましたね。始まりました。ありがとうございます。さあ始まりました。さあこの番組はですね、我々ピスタチオが、はい、キコーナさん2店舗に行きまして、はい、ビッグバケ33回、とにかく、当たりを目指そうという番組でございます。全12回でね、全12回で、はい、だったんですけども、はい、ちょっとこの度ですね、はい、我々ピスタチオ、解散することになりました。あっさり、あっさりな小田さん、すいません。結構なもう40回以上が続いてて、うん、あっさりすぎます。はい、することになりました。あ、そうなんですね。僕も今知らなかったんですけど、するみたいです。すんの？するみたい。もうやめてよ、その解散するってなってさ、はい、雨もさ降っててさ、うん、あるこんな状況、その外で今ね、うん、見たら分かると思うんですけど、屋外でロケしてて、うん、してます。雨降ってて、はい、傘もさしてもらえてもらってこの、気づけましょうかとか、この傘さしましょうかとかもなく、ないですないです。何にもその別に当たり前のようにこの、うん、雨の中すいませんとかもなく始まってるから、うん、裏口だしね。こんなことあるの？こんなことある？まあ、それがエトスパトスロゴスですよ。まあね、長いこと続いたこの番組でございますけども、いや、俺さ、はい、ショックよ。何がですか？解散とかね、なんか自分たちのことだから、はい、うん、あれなんだけど、うん、番組内でさ、うん、何十十年目指したいとかさ、うん、言ってて、言ってた。俺はこの番組かけてると言ってた。解散ってちょっと、ありがとうございます。小沢さん、お願いしますよ。小沢さん、本当に本当に、いや本当にじゃないんだよね。本当にじゃないんだよね。本当に一言みたいに言ってっけどね。うん、するみたいです、どうやら。いや、あんたの一言みたいに言ってっけどね。いや、本当にね、応援してくださった皆さんもいるかと思いますけども、はい、本当に、はい、申し訳ございません、これに関してはね。ただラスト2回でございます。切り替え早いね。切り替え、切り替えていかないと。それは切り替え早いね。気持ち切り替えていかないと、やっぱり愛ないのね。もうちょっとね、もちろんありますよ、そんなもん。もちろんありますよ、そんなもん。切り替え早いね。俺は今ここまで、はい、思い出話もしたいぐらいですよ、はいはい、ということでですね、はい、ちょっと最初にルール説明しましたけど、はい、33回、まあ、正直言うともうあと2回なんで、はい、厳しいじゃないかということで、まあね、はい、それはそうです。ラスト2回で、すいません、はい、すいません、はい、ラスト2回で、はい、個人対決しようじゃないかと。全部なんかその何よ何よ、全部主導権握ってさ、決めましたって感じができる。決めましたよ、私が。全部この委ねられてた。あなたに権限はございません。サイド感の方からずっとね、やめてよね。あなたに権限はございません。個人対決しようじゃないかと、ね、もちろん33回今日を当ててもいいですよ、はいはい、もちろん、はい、ただそれとは別にやっぱり個人対決でどっちの方が引きが強いのかをシンプルに決めようじゃないかということでございますよ。もうシンプルにルールはどうします？じゃあここまで言うなら委ねますよ、あなた。まあなんかレグがバケがどうこうとか、うん、レギュラーがどうこうっていうのが結構もあったんで、今までの回で。あります、うん、レギュラー1回引くにつき、うん、マイナス1万ポイント。1万いく、絶対勝てないじゃん。もうマイナス1万の基準になるじゃん。ポイント、ポイント。ほんでビッグは1回1ポイント、うんうん、いやだからもう無理じゃん、基準がマイナス1なのよ、それ意味ないのよ。だからそれやりすぎなんで、うん、やりすぎよ。レギュラー1回引くにつき、うん、5億ポイント。ちょっと本当にそういうとこかもしれない。解散の理由。おい、解散ボケすんのお前ね。ごめんなさい、解散ボケやめてよね。すいません、ちょっと私がね、にこやかになってしまいましたけども。じゃあペカでいきましょうか。ワンペカ、シンプルにワンペカ、はい、とにかくペカらした数が、2店舗で、はい、府中店さん、平井店さんで2店舗で、はい、とにかく多かった方の勝ちというルールでよろしいですか。そのたんびにワンパン入れていいと、うん、ダメです。なんでなん。鼻頭に怒ってるね。鼻頭に怒ってるね。怒ってますよね、解散について。ちょっとだけ怒ってます。ちょっとだけ。申し訳ございません。それは申し訳ございませんけど、はい、ということで、はい、とにかくペカった数、はい、2店舗でペカった数の多い方が勝ちという。わかりました、はい、行きましょう。行くか早速。もうでも行ったらあと2回で終わっちゃうんだよ。そうよ、行かなかったら終わんない可能性あるからね。いや終わるよ。何してんだお前らって。何してんだお前らって。だから俺ずっと言ってんだよ、うん、俺はずっとねちっこく、うん、ピスタチオいじちのエタスパトスドゴスいけないですかねって言ってんだけど、はいはい、ずっとスルーされてんだから。ずっとやんわりとね。え、やんわりと再生回数がちょっと少なくてずっと流されてる、うん、俺。うん、
それはでもだから今日勝っちゃう。どうする、解散やめる？やめれば続き、やめれば続きよ。どうする、続けるこれ？あれだろう、はい、すいません、すいません、まあ、行きましょう、行きましょう、はい、じゃあね、うん、ペカリ回数でペカリ回数行きたいと思います、はい、というわけで今回もお楽しみに行ってきます。さあ店舗内入ってきましたけども、はい、今日すごいですよ。え、これでもジャグラーめちゃくちゃ混んでるじゃないですか。めちゃくちゃ混んでる、めちゃくちゃ混んでて、これでも、うん、エドスパドスロゴスってジャグラー打つ番組ですよ、ね、そうだよ。え、でも京都次でもう終わりなんですもんね。うん、じゃあもう言うこと聞いてる必要もねえもんな。じゃあなんか他の嘘ねえ、オープニング何聞いてたの？テカリ回数で勝負って。いやだって別に言うこと聞いたってどうせ終わるんだからさ、うん、俺はこの番組に捧げてきたけど、うん、終わるんだよね。じゃあ関係ない言うこと言った、まあまあまあ、もしかしたら素直にやっときゃ続くかも、伊地さん一人で。え、それで続けられてももう打つよ俺は。ほかどういうことなのそれ。パチンコ筋肉マン打つ。ジャグラー台決めましょうよ。決める？決めましょう、決めましょう。小沢さんどれがいい？いやでもこれじゃないの、やっぱこの2台じゃない。いやこの2台が空いてるからってこれやるみたいなさ、うん、安易なんかこれじゃない？え、これじゃない？え、いいよ、こっちにします。こっち、こっちじゃだよ、こっち、こっちこっち、どっち、こっちいないよね人ね。あ、まあ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 、まあ、これありじゃない。これいいよ、そのあれで言ったらいいよ。じゃあ どっちがいい？こっち。あーダメだよ。俺こっちだよ。何今の。じゃあいいよ、俺こっちで。あーダメだよ。え、こっちでもいいですか？こっちの方がいい。こっち2台カメラで言ったら こうやって見て、またこっちがいい。カメラってお見て、うん、聞きました？何こっちがいいって言ってるけど、うん、自腹だから。こっちがいいって言われてくる、終わるし。今日すごいね、悪態が。今回で終わるし。長いよ、大選び。頭下げちゃってさ、うん、こっちは、うん、お願いしますやってくれて終わるんだから。自分たちのせいか。他のお客さん見てるから今。打ち切られたみたいな空気出してるけど、うん、こっちの解散のせいだし。そうです、そうです。じゃあこっちですね。まあ一旦ね。一旦じゃあ。一旦ここにしよう。じゃあ一旦ここにしましょう、じゃあ。伊地さん。はい。大丈夫ですか？準備 OK ですか？はい、大丈夫ですよ。打つ始める前に、はい、あの一応33回ビッグレギュラー、はい、もう継続してやってるんですよ、はい、どっちがどっちかちょっと決めませんか、先に。なんで別にやったところで別に達成できねえんだから。いや、なんでそんな言い方すんの。わかんないじゃん、もしかしたら奇跡起きるかもしれない。本当思ったこと言っていい？何？こっちの勝手な都合でさ、うん、決まってた会をさ、うん、解散するっていう理由でさ、うん、終わりにしてさ、うん、悪態ついてさ、うん、最低だよ。いや俺じゃない、俺じゃない、私じゃないです。ええ私じゃないです、別に悪態ついてないです。何にも悪くないからね。いやそうよ、キコーナさん側は。そうよ、何にも悪くないよ。じゃあもう言いなりなの俺は、キコーナさんの。どっちがいいですか？もうどっちもいいですよ。じゃあもうこっちは、え、じゃあこっちはもうどうだっていいんだよ、もうこっちはもう。まあでも2店舗あるから、じゃあ別々でやろうか。ねえどうしたの？え、じゃあメダル落としたんで。俺このバネがブイーン来たの初めてだから。メダル落としたんで、はい。え、どっちがいいですか？じゃあ府中店さんで俺ビッグ行くわ。わかりました、ありがとう。僕レギュラーで、はいはい、行きますよ。はい、よーい、はいはいはい。あ、やべ、ねえ、お約束だったじゃん、もうせーの、もうそんなことも忘れてた。どうだっていい。でどうだっていい、打ってるじゃん、打ってるじゃん、どうだっていい、会話してると間。そんなことはもう。まあ早速ですが、この府中店の思い出ありますか？いや、でも思い出語ったらさ、うん、最後になっちゃうから語りたくないな。あ、なんかいいこと言うね。思い出語ったら最後になるもん、本当に。あ、府中店の思い出ですか？語るんかい。え、語るんかい。府中店の思い出は、うん、半分みたいな常連さんがよく話しかけてくる。まあ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 、わかるよ、俺もそれしかない。っていうか、あの人に限らず府中店の人はその
ガツガツくるっていう。いやだからね、うん、あれだよ、小沢さんは何を気遣ったのか、うん、あんまりそのね、結構話しかけてくる常連さんがいた思い出あるじゃないですか。うん、ある。そこでその方にね、うん、あんまり触れないようにしてましたけど、うん、俺はガンガンいじったりとか、うん、あいつうるせえんだよなとか言って、はい、やりますね、いろいろ言ってたじゃないですか、うん、でもね、うん、結果この間判明したじゃないですか。何？あの方が話しかけてきて、うんうん、最近俺のこといじってくれないねって。確かに嬉しかったんですよ。確かにね、あのバカは。ああもう喜んじゃってるよ。もう喜んじゃって、あーあれ俺のことだなって、あの野郎バカとか言いやがってって喜んじゃってんね今こいつらよって。いやだからそうよ、常連さんともね、うん、仲良くなったの寂しいですよ。だからね、そうだね。あとやっぱイトピーさん、はい、僕の天敵ピーとね、ピーと、うん、イトピーとも絡みのなくなると思うと俺悲しいな。伊地知さんは仲良くやってましたもんね。悲しいよ俺。ツイッター上でもね、そうよ、何度もやり合ったんですけど悲しいな。別に個人で DM するのはいいですから。探しないけど。あくまでも仕事上の関係だ。いやいや寂しくないじゃん。じゃあそんなこと言ってると寂しさ感じてないでしょあなた、それ言ってたら。はい、もうびっくりした。しかも聞いて、74回転回ってんじゃん、うん、まだ1000円しか使ってない。え、強っ。すごくない？すごい。おワンペーカーワンペーカーやばい。え、バケ担当だよね。よし、あ、やばいやばいやばい、やばい。あ、そうか、バケ担当か。そう、一応やってます。やい、ウェイ。もう関係ねえんだよ、バケとか。関係ねえよ。まあもうバケとか。あとやっぱり我々長いことまあ一応やってましたから、府中店の変化も見てますよね。台がね、うん、やっぱ府中店はあそこのね、角の台、角良かったね。うん、別にあそこに設定が入ってるとかさ、うん、言われてるわけじゃないけど、なんかあそこ行っちゃったよね。そう、なんか角、これこそまさにオカルトよ。確かにそうだね。そうよ、だから俺らが打ってない時のあそこの台が爆練してる時とかあったじゃん。うん、あった。なんでだよと思ったよね。思った、本当に。やっぱここかって言ってたもんね、オカルトですよ。やばいな、150。伊地さんまだ1000円。1000円だよね。強いな。これ飲まれたら今日も打たない。ダメですよ。え？ダメですよ。打たないっていう選択肢はないんですよ。これ飲まれたらね。飲まれたらの話だから。うん。飲まれたら今日打てません。追加してくださいそれは。いやいや。したことじゃないよそれは。今日混んでんな、ジャグラーマジで。すごいね。はい。うわ、ほら。言ったでしょ、飲まれたらって言ったよね。いや言ったよ、引き合っちゃうもんね。何、好調ですよ俺。レギュラーだっけ。レギュラーです、レギュラーです。レギュラー引けばいいんだっけ。そうです、ね、レギュラーかい。レギュラー。いや俺コンタが見えたのよ。ビッグ引いて、知ったこっちゃねえからって絶対言うつもりだろうなと思って待ってたら、はい、レギュラーか。レギュラーです。なんか自然と俺がこの台で小沢さんそっちの台になったけど、うん、どっちにするとかなかったしね。確かにね。なんでか知らないけどね。だからもう今更になって俺文句言えないのよ。俺がこっち先に選んだ可能性もあるから。やっぱ自然とコンビって立ち位置につくのかもしれない。いやでもそれはあるよ、うん、それはある。小沢さんの左側だと俺落ち着かないもん。ちょっと俺ちょっとね違和感がある。はい、強い。ちょっと終わったじゃんもう。マジで何、俺どっちだっけ。バケ。バケね、はいはい、バケです。バケかい。バケです。バケかい。言ったでしょ、うん、バケです。バケかい。知ったこっちゃねえからって言いなよ。
こっちも言おうとしてた、めちゃくちゃ。いやでも3回は強いな、差が厳しくなってきたんじゃないの。はい、びっくりした。やめて。久しぶり、なんかよっしゃーとかだったらさ、今まで、はいはい、その冷静な感じの範囲は初めてだったから。やっぱり長いことやってると人間って成長するんだなと思ってさ、はい、最近あんまりコメントで小沢の打ち方うまい、あのうざいって言われない。確かにね、確かに、そう、確かに来ない。そうなの、皆さんね、コメントすごく優しくなってね、世界で一番面白いジャグラー番組ですとかありましたね。ね、うん、あったよ。でね、まあ、ジャグラー番組じゃほぼないんだけど。それで言ったら確かに1話見てやめようかなと思ったけど、見たね、全話見ちゃったっていうね。結局ね、そんなことある。だってあの1話で面白くないからみんなやめようと思ったけど、うん、気づいたら全部見てましたって、うん、一気見しましたって言ったけど、うん、その時39話かなんかあって、うん、それ一気見はすごいよ、すごいよ、もう海外ドラマと一緒よ。マジでプリズンブレイクだと思って、次気になっちゃってんだから。いやもうなんで1話でやめようと思ったんだよ。ありがとうございます。皆さん、イジスさんって結構評価といいねとコメントをすごい調べるからね。全部見てるしね。全部見てるもんね。あのスタッフさん含め視聴者も嘘だろうと思うかもしれないけど、うん、マジ全部見てるから、うん、大阪かどっかの営業かなんかで新幹線乗ってる時さ、うん、と5分に1回ピスタチオいじちでエゴサーチしてて。いや知るよ。いや意味ないよって、あんまその5分に1回は意味ない。いや5分に1回とかって別に全然いいよ。もっとだから。もっとどういうこと。だ昨日ね、それこそ昨日、うん、エゴサーチ行ったら、昨日いじちさんっていう、うん、僕の、うん、漢字のいじちっていうので、うん、いじちさんっていうのが、うん、急上昇ワードに入ってて、へえ。ほんで同期とか芸人仲間から、うん、これいじちじゃないんかいって来てて、うん、見たら、うん、あの呪術廻戦でいじちさんっていう人がいいんだけど、うん、その方が呪術廻戦がなんか舞台かなんかで実写化されるみたいで、ああ、はいはいはい、それのいじちさんが、うん、似すぎっていうのでめっちゃツイートされてて、うん、ドキッとしちゃうからやめてほしいよ。ドキッとしちゃうんだよあれ。呪術廻戦見てんの。うん、呪術廻戦はそれ言う必要ある。いや別に言いたくないならいいです。見たか見てないかって言う必要あるの。多分見てないだろうし。え、多分見てないだろうし。見たら見たって言う。うん、いや分かんないですよ。面白いよって絶対言う。いやそれは分かんない。今後もしかしたら呪術廻戦の仕事来るかもしれない。いやそうね、伊地知さんだからね。見てないって言ったらもうないからね。まあ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 、確かに確かに、ごめん。いやあの伊地知さんが伊地知さんのコスプレしてみたっていうのいいじゃん。いや何回かやろうと思ったことあるよ。おう、でも名崎たけしさんがなんかめっちゃ似ててさ、あやってたね、やっちゃってんだよ、うん、確かに。小沢300持ってんじゃん。そうよ、見ないふりしてたけど、やばっ。おー、仕事。おい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 。いや、やだ。おい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 。やだ、応援されてる。初めてだ。余裕持ってるこの人、今。307。小沢。はい。おいおいおい。ああ、もうやだ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 。それは応援じゃない。バカにしてるだけだ。ビッ。よし。ビッグ担当。コスプレの話になりましたけど、私もコスプレしましたからね。伊地知さんが小沢めっちゃ太ったなって言って、はい、それが1万いいねいったから、いや5万です。5万、はい、あれ1万じゃなかったっけ。いや5万です。で誰だっけ、有名女優さんが、広瀬アリスさん、広瀬アリスさんがいいねしたやつね。いいねしてくれたんだよね、はい、でこれはバズったぞと、俺の特徴は顔だと、似てるアニメのキャラクターのコスプレしたらバズるぞと、はい、いうことで、あの超有名漫画キングダムの聖教というキャラクターのコスプレをして写真をあげました、はい、
4いいね4いいね嘘でしょ嘘でしょ何4いいね嘘でしょ4 5万でしょ5万です1万分の1にも達してないナチュラル小沢で5万ですおかしいね難しいねコスプレってね俺もここから追加投資なんでああそうですねちょっと迷ってるけど3連したんだよな、うん、でもまだ1000円でしょ、うん、すごいよこの間初めて会いましたね、はい、小田ジュニアにガキガキにガキって言わないであのガキにあのガキって言うなよ小沢の名前ダメなんです名前ダメなんです使ってくださいねダメですよえダメですマジでここのスタッフさん使いこなさるから、ね、ダメだよダメだよ、ね、明らかに年上のスタッフさんなんですけどダメだよなんでダメなのよそれは家族の方針、はいはい、うるせえな、はい、手が使われるよ使われるよ過言じゃないんだよ光ったからこのくらい使われます小沢さんダメよ光ったんで使われますダメよはい使われますやばいまたよしはいいいぞそのさ小沢んちはさ、うん、子供の名前出してないじゃん出してないそれは何小沢判断それともさ、うん、家族判断だ家族判断それは親とかその奥さんとか奥さん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 が出さないでってそうっていうことはもうあの、うん、恥ずかしい夫だと思われてるんですよねそんなことない何言ってんのだってそうじゃん何だってそうじゃなかったら出しちゃっていいじゃんいやそれはだから奥さんの判断じゃんそれはもしかしたら名前がバレて変な事件に巻き込まれることもあるかも名前がバレて、うん、子供がいじめられるとか嫌なんでしょとか誘拐される可能性だってあるよないよあんな可愛い子あ小沢んち金持ちだからねそう誘拐される可能性だったんだよちょっとショックでしょちょっとショックでしょいや俺マジでそこのショックとかは分かんないけど、うん、まあいいじゃんとは思ってたよ正直俺は出したっていいじゃんと、うん、出したっていいじゃんそしたら奥さんがなってたのじゃダメですそんな簡単に考えないでそりゃさこんな七三にしてさ白目向いてるようなやつがパパって言われんのやったかもしんないよ俺ショックだよ何よ解散だから、うん、あれだけどさ、うんそれか小沢の階段少年って原因は奥さんにそそのかされたのかそそのかされたのかいやそういうことかよ俺はショックだよ奥さんのことないです恨むよ俺はそんなことないです伊地さんもし子供とかできて結婚して全然言うよあ言うんだだって別に疑心満々なパパになればいいじゃん逆にさ、うん、は伊地一のパパかっこいいなとかうん、すごいなって言われるパパになればいい話あでも前も言ってたねそういえばねいじちがもう珍しいからそうよ隠してまめ意味ないみたいなそうよ確かにじゃあもうこの YouTube とかだとさ、うん、編集されてさ P とかさ使われない可能性あるからさ、うん、今度インスタライブでいいわバカだよね関係ないじゃんだってまあ確かに見てる人3人ぐらいだからいいかそうあんたね私ゼロ。私ゼロ。あなたのインスタライブね。私ゼロだから。いや前代未聞よ。はいっしゃい。おいー。おいー。おいー。来ました。俺バカすればいいんだよね。俺はね。そう。俺はビッグよ。はいよ。せーの。おーい。ビッグ。いやちょっとさ、ビッグ一回バケ4ってある。理想的な展開。これでいいんだよ、これでいいんだよビキビキビキビッキーズじゃなんでビッキーズなの急にいや、あるビッグ1回バック4って確かに偏ってるね小沢さうん小沢、自分の感じ的にはさうんカカア天下、亭主関白ああー淡白で行きたかったけど、うん、無理だよね。結構言われんの？怒られたりする？言われる。なんでどんなこと怒られんの？いやもう。じゃあ聞きたい。シンプルに来たよ俺。いや伊地さんまだね、うん、あれじゃない結婚これからじゃない。うん。
本当に細かいこと気をつけた方がいいよ。何で怒られるの？もうゴミ捨てとかもそうだし。ゴミ捨てどういうこと？ゴミ捨て忘れるとか。ゴミ捨て当番をざわなわけ。そうそう、やっぱ男の方が外出るから、うん、朝ゴミ捨てに行くわけじゃん、うん、で曜日に分かれてるじゃん。分かれてるね。分かれてるね。資源ゴミとか、うん、分かれてるよ。もうちょっと忘れようもんな。忘れたら1週間出せないからね。そう、そういうのも忘れたら、うん、ちょっとでも忘れたらそんな。どうやって言われるの？ちょっと忘れましたって。忘れましたって。なんで出してないんですかって。言い方がなんで出してないんですかって言われるの？そうどういう感じで怒られるの？いやもうほんとこの感じでも、なんで出してないんですかって言われるの？今日忘れたみたいな。はい、向こうは優しく言ってくれるのよ、うん、もちろん。今日忘れたって、うん、でごめん忘れたよっていう、うんうんうん、まあ気をつけてねなんだけど、やっぱさ、そのこっちはさ、うん、ピクッとはなるじゃん。そうだね、それはそうよ。でそういうところがやっぱでちょっとそれが重なっちゃうと、うん、先週も忘れてたけどなんでとまとくるわけですな。でそれが積み重なってくると、ね、まあね、ボケてんの？え？ボケてるってこと？ボケてるって言われる。ボケだと思われるんだ。うん、病院行ってみる？そのボケいらねえな。そう、怖いの。いじったん喧嘩すんの？え？喧嘩。俺はもう髪の毛持って引きずりますから。やばい、訴えられて終わりだよ。そんなやつ髪の毛持って引きずります。終わり終わり、全身あざだらけ。終わり終わりにされるんでしょ？はい。でもね、なんか若い頃は、うん、例えば彼女とかもそうだけど、若い頃はさ、うん、なんか女性がさ、うん、一歩引いてさ、うん、なんか、うんうん、もう言い方悪いけどさ、うん、なんか、はい、ありがとうございますみたいな、うん、おしとやかな女性で、うん、なんか、あ、俺の言うことこいつ何でも聞くんだぜみたいな、うん、男性がかっこいいと思ってたけど、うん、変わったね。あ、そうなの。37になって、うん、尻に惹かれてる男性が、うん、めちゃくちゃかっこよく見える。あら、あ、光った。光ったかい。ありがとうございます。今いい話したの。なあ、やった。ねえ、本当にでビッグなんだよね。それはなんでなんすか、尻に敷かれるぐらいの男性がなんかかっこいいと思うわ。最近だってさ、うん、自分のその愛する嫁とかのために、うん、笑顔でこうやってさ、うん、いいよいいよって、うん、素敵だなって思うよ。すごい、うん、本当に思う。じゃあ伊地知さんはもう完全に敷かれるタイプの？いや俺はもう停止キャンペーン。いやいや何言ってたの今まで。超ダセーじゃん。停止キャンペーンで。いやペンペキ言えよじゃなくて、なんかやることあんの？家事とかさ、家事とかさ、まあお手伝いとかさ。やるよ、全然やるよ。何やんの？ちょっと考えさせてもらって。やってないじゃん。え？やってないじゃん。ちょっと考えさせてもらって。いや簡単なやつでいいんだよ別に。で本当本当ゴミ捨て、うん、ゴミ捨て、俺の担当ゴミ捨て、うん、皿洗いと食後の、うん、毎日飯作ってもらってくれてるから、うん、皿洗いとゴミ捨てと、うん、洗濯物干す。いやこれは全部、これは俺の役目だったんだけど、うん、最近洗濯物干すはサボっちゃってる。可愛くないよ別に。え？可愛くないよ。皿洗い、うん、ゴミ捨て、うん、洗濯物干すは、うん、僕の役目だったんだけど、うん、最近、うん、洗濯物干すは、うん、サボっちゃってる、うん、どういうつもり？やめた方がいい、やめた方がいい。やめなよ。え？やめなよ、損するよどっちも。あなたも見てる人も損するんだから。嫌な気持ちになる。あ、嫌な気持ちになるよ。見てる人が嫌な気持ちになる。うん、やめなやめな。誰も得しないよそれやっても。ちょっと待ってよもう。141 14はきついな。確かに幸先良かったけどな。だってこれビッグだったら追加投資いらないわけだから、ね、
確かにね、つらいな。5回聞いててどんどん追加投資はきついな。でもいくらですか今？優勝ある？ある。3000円。言ってくれた。全然いいじゃん。まだまだじゃん。まだ。3000円。やめな。え？やめなやめな。何？どうした？何を勘違いしてんの？しかも見て。3000円。やってただやってると思うじゃん。うん、マスク取ったら違うからね。いくよ。おい。3000円。あ、キモ。やだ。どうしたどうしたどうしたって、え、冷静なになって、なに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 、やめな、どうしたの、なんか 寝てない、帰ったら思うじゃん、大丈夫、なんで、あ、やばい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 、え、隠しとこ隠しとこ叩かれちゃう、炎上しちゃう、ふざけんなっつって大炎上よ、バカじゃないってなる、おー、なる、なにやってんのそういうのは俺に任せてくれればいいから、かわいいわ、いいっすか、じゃあやってもらったわ、ださ、うん、まっすぐ100回行っちゃうよこれ、あのマスク取ったらこういう感じおだおだおだ、はい、かわいいとかキモいとかじゃなくて、うん、あのしんどい、うん、しんどいね、やめてもらっていいですか、あ、そうですか、ギャグレンナーラップいや、ほんとにしんどい、え、リアクション取りづらいんで、やめてください、おだおだ、嫌ですか、マジで、あれ、かわいいかわいいとかじゃなくて、うん、マジでリアクションに困るんで、やめてください、かわいい担当じゃなかったピスタチオ、やめてください、一番今までそのエゴサーチとかで言われた一番面白い、あ、一番嬉しいことなんて、ついこの間あったのあった、え、ついこの間もあった、ついこの間褒められ、これいじりなのか、うん、どうなのか分かんないんだけど、うん、電車で、うん、隣の席、隣に座ってる人の待ち受け画面見たら、うん、ピスタチオいじちだって笑ってたんだよね、 ね、あったんだけどね、すごくない、すごい、それすごいよ、俺そんでシンプルにちょっと嬉しかったのよ、多分嬉しいよ、投稿者は笑いであげてんだけど、うんうん、本人としてはね嬉しかったのよ、あ、この2022年にピスタチオいじちを待ち受けにしてくれてる男性か女性か分かんないけど、うん、いじりだとしてもボケだとしても、ね、うんうん、いるんだっていう、あ、すごいね、そうなんだ、しかも隣の人の待ち受け見ていじちさんって気づくってことは、うん、この格好じゃん多分、いや、そうなんだよ、ってことは本当に好きな人じゃん、いや、そうなんだよ、コメントしてくださいその方ね、えその方は見てるよね、見てるでしょう、待ち受けにしてる人は、じゃあ移動しようかな、やだな、ほら1万円が入りたくないって言ってるもん、ほら出てきちゃうもん、あ、オカルトやってるね、入りたい、ほらほら嫌がってる、嫌がってるね、嫌がってるもん、入っちゃったなやだな、ちゃんと折ったらちゃんと入った、やだな、俺びっくりしてんだけどさ、ついに足組み出したね、え、ついにプライベートみたいな感じで足組み出したね、だって今日の次で最終回でしょ、もう本当にいや、いいんだけど映ってないから、だってもう終わるでしょ、もうプライベートじゃん、言わなきゃよかったからいや、もうプライベートじゃん、もうあと何分ですか、15分、移動します、こちら真後ろ、ラスト15分の逆転劇を皆さんにお見せしますよ、思い寄せ金の大将、ほらった、変わる、変わらないよ、絶対変わっとく、変わっとかない、変わっとく、変わっとく、ずっとグラグラ揺れてるのよ、変わっとく変わっとかない、変わっとかない、いきますよ、ビッグ、ほらビッグ、いいなじゃあもう今日はやめます、ダメです、あと10分ぐらいあるんだよ、え、ダメです、 OK って言う人たちじゃないから、え
いやそのカメラ使わないでいいから面白い。ちょっとどうしようマジで。おい人の肩に肘置くなよ。え、カウカウさんじゃないんだから。てん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 、何してんの。おい何してんだよ。時間稼ぎ。いやもう露骨すぎてバレバレだから。時間稼ぎよくないから。いらないから。え、いらないから。これで時間尺持たない。あの今のはちょっと可愛かった。これで、うん、今のはちょっと可愛かった。あ、それは、あ、やだ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 、ぶりっこしちゃうとやだ。シンプルぐらいがちょうどいい。口見て口、うん、あーダメだだ。あー終わり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 終了終了。ダメ終了です。尺持たないこれ。持たないです。当たり前じゃない。今も全員今チャンネル登録外したんだから。ないんだよ台が。だっておかしいよね。好きなら打ってくださいって言われて、うん、これしか打ってない。おかしくないか。なあ、はい、おかしいよやってること。いやごめん。好きな台打ってくださいって言われて、実はその通りです、ね。真ん中の変な台打とうとしたら、はい、変な台顔が映んなくなっちゃいます。知らないよ。仕事じゃないんだから。自腹になってるじゃん。仕事じゃないんだから。一応ピスタチオの格好してはいるものの、はい、光ってんだから。はい、これで追いついたからね。いよいよ。やめろって。おい、はい、ちょっと待って。ほら見て、あ、画面隠してました。おいバカ。え、バカ大暴れだね今日。画面隠してました。大暴れだね。いいね。5回ビッグ、5回ビッグ、5ビッグ追いついたよ。 俺バケ4ビッグ1なんだよ、うん、だからポイント的にもめちゃくちゃいいのよ。これ何してんの。ちょうどいいちょうどいいちょうどいい。ちょうどいい、ちょうどいい、いいね。ゆるキャラ。ちょ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 、待って。貴重な府中店の非公認キャラクターひろちゃん。あ、何してんすか。ベーシスト。おい、ベースしてると見せかけて。はい、見せかけて。実は、はい、実は、はい、たまたま書いておりました。バカ野郎。え、バカ野郎。おい、なになに。小学生の、小学生が言うことじゃん。なになに。たまたまって言うのよ。たまたま書いておりました。お、バカ野郎。え、バカ野郎。一番くだらねえじゃねえか。あと何分ですか。あと2分だから。それいいですかとかじゃなくて、やりとりで。このやりとりで2分間。じゃん。このやりとりで2分間行こうよ、小沢さん。じゃあこれだけピスタチオ漫才やればいいんじゃない。はいはいはい。これだけピスタチオ漫才で2分間行けんじゃない。はい、行ってみます。姿なく。はい。どうも、ピスタチオです。よろしくお願いいたします。突然なのですが、本日は、皆様も知りたがっているでは、私の好きな食べ物を発表したいと思います。ようやく聞けるんですね。皆さんも興味津々だと思います。ぜひお願いいたします。それでは発表します。私の好きな食べ物がドゥルルン、まかないです。いや、なんの、これ何が楽しいの。いやいや、なんで降りちゃうのよ。え、やってちゃんと俺2分の尺で考えたネタ調整してんだからさ。姿なくて、何をそのさ、降りてんの自分で。ごめんごめんごめん、それはごめん。やろうよ。ごめんごめんごめん、小沢、はい、やってこうよ。やってこうよ。こう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 。あら、あれ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 、ドラムを叩いてると思いきや、実はチンチンをペン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 叩いてます。はい、終わりだ。終わりです、終わりです。終了終了、今日終了。このネタであの、うん、ピン芸人たち今後活動しようと思って。あー、いいよいいよ、勝手にしなって。さあ、お疲れ様でした。というわけで見ていただきましたピスタチオのジャ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 グラーで、ペカーでしたけれども。違います、全然違う。その番組知らないです。
びっくりして初めて聞いた番組だから。ピスタチオのジャ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 グラーで、うん、ペカですけど全然知らない。え、全然やったことないですけど。それで今42回か3回やってました。違う、じゃあピスタチオのエトスパトスロゴスでございますよ。あ、そうでしたっけ。そうですよ。ああ勘違いしてました。いやいやいや、勘違いすることないのよ。シンプルに勘違いしました。いや、やったことない番組だから。あ、そうなんですね。実践終了したんです。すいません、すいません。終わったんですよ今、はい、さあ結果、はい、私がですね、はい、5回ペカりまして、はい、ビッグ5回ということで。なるほど、ありがとうございます。素晴らしい。はい、427枚。427、素晴らしいね。ありがとうございます。僕がですね、はい、投資が7000円、はい、全部で7000投資しまして、うん、ビッグ1回、はい、バケ4、収支0という。あれかわいい。ゼロクッてなったらハートだけど、今ゼロ。どうしたのよ今日ずっと様子おかしい。かわいい、かわいいキャラの。いや、これからピン芸人になるんで、うん、好感度を求めてる。落ちてる落ちてる。え、やればやるほど落ちていくから。なんですか。全て損してるから。もうだから決めポーズはもうこれですよ、うんうん、何。やめてあげて、やめてあげて。なんなんやめてあげて。なんですか。世のため人のためやめてあげて。もうだからまあ今日気候なチャンネル、うん、登録者数何になりました。ゼロです。はい、さあということで、はい、平井店の方に行きますよ。行、はい、きましょうね。最終決戦でございます。今だから本当にこの勝負としていいよ。5対5だから。そう、5対5だから。こっから次どうなるのか、うん、ということで最終決戦でございます。はい、というわけで次回もですね、うん、ピスタチオのジャッジャッジャッジャグラーでペカーを見ていただきたい。知らない番組なのよ俺それ。え、知らない番組なの。知らない番組。いやもういや、嫌だな。もう全部畳み込んでくる。畳みかけが嫌だな。すいません。次回ね、はい、最終決戦ということでございます。けども見ていただきたいと思いますね、はい、皆さん、はい、コメント、はい、高評価、そしてチャンネル登録、はい、お願いいたします。お願いいたします、はい、というわけで次回最終回も見てね。見てね。